西杉工作線は、大阪府や大市の杉山口駅から港安山駅までを結ぶ近畿日本鉄道の工作鉄道線。西杉ケーブルとも呼ばれる。杉山町ごまごこ寺へ、大阪府側からのルートの一部。かつては、東市議工作線が東側にあり、杉山と杉山下駅を結んでいたが、廃止されて、奈良交通バスに代替された。杉山町ごまごこ寺へは、 山上の高安山駅から、さらに近鉄バスに乗り継ぐが、1944年の一時廃止前まで、山上鉄道線として、平坦線用の電車が走っていた。山上線の跡地は道路に転用されて、バスが運行され、現在は、シエコマスカイラインの一部を構成している。この路線には2カ所の踏切がある。一般人が横断できる踏切を持つケーブルカーは、 全国的にも道路線と同じく近鉄の生駒工作線の2路線だけである。なお、運賃は工作線特有の特殊運賃が適用されている。乗車券の実機化は行われておらず、自動改札機もない。以前は自動券売機でパールカードが使えたが、現在は使えない。スルッと関西の導入もされなかった。そのため、 新規山口駅のケーブルカー乗り場入り口にはすると、関西などはこの駅で一旦生産する必要がある。胸の掲示がある。なお、すると関西の 3DI に例チケットは提示で、利用が可能であった。なお、2015年8月1日よりピタパや、アイコカなどの交通系、IC カードが利用可能となった。前線、大阪東荷部の管轄である。 2020年3月現在の運行間隔は、始発、最終を除き40分ごとで、所要時間は7分。運行時間帯は、平日と休日ともに9時台から17時台となっている。2010年3月19日のダイヤ変更以前は、日中も30分ごとであったが連絡する、市議線の運転間隔変更に伴い間延びする、格好となった。 さらに2013年3月17日のダイヤ変更により運行時間帯が平日、土休日ともに7時台から18時台と大幅に縮小された。2013年以前の運行時間帯は平日が6時台22時台、土休日が7時台21時台。土休日ダイヤでは平日ダイヤよりも始発が2本分遅く、最終が2本分早く合計で、 運行本数が4本少ないが、それ以外の部分については平日ダイヤと、土休日ダイヤでの際はなかった。市議山町ごまごこでの西側のルートであるゆえ、大晦日から元旦にかけての週夜運転も市議選と、共に、毎年のように行われており、ここ最近では、おおむね30分間隔で運行、市議選と連絡するダイヤが組まれている。時刻については、 近鉄の公式ホームページでも紹介されている。高安山では近鉄バス、市議山上線に連絡し、市議山へ行くことができる。かつては全列車に接続していたが、2010年3月のダイヤ変更以降は8時から18時前後の運行に削減され、工作線が2013年3月のダイヤ変更で、上記のように削減されてからは、 朝の一本を除く残りすべての列車に、バスが接続するようになった。なお、終夜運転時には、バスも工作船と連絡して運行する。小の系、随運と小二七型、貨車小七型二両が在籍。1957年の再開時に、日立製作所で製造された車両で、随運、小運という愛称がついている。車番は落成当時の生駒工作船の続番と、 なっており、随運が7で、小運が8である。展望のため天井の下半分は透明になっており、車体には、四季山の守り神である虎の絵が描かれている。なお、小七型には、小二七型と称する一等席の貨車が、山上側に連結可能になっている。小二七型は、生駒工作船の車両で使われている荷台と異なり、車席も持っていて、 デッキとした車両として扱われている。コニ7型は、コニ7とコニ8の2両が在籍しており、車体の色は、コニ7は赤、コニ8は青となっている。コニ7型に積まれる荷物は主に水であり、これは港湾山液のトイレなどに使われる。2009年11月26日から12月18日の間にかけて、 翌2010年の虎年を迎えることから平日を終日運休とした上で、車体補修工事が行われ、塗装も変更された。この時に虎のイラストは金田岩木が手掛けた、死さ山のイメージキャラクター、死ぎ虎くんに一新された。山下側に、ようこそ、死山へ、山上側に、ありがとうの文字が書かれている。なお、以前は、 山城で接続する近鉄バスの車両にも虎のイラストが描かれていたこともあった。全駅大阪府八尾市内に所在。ありがとうございます。